5人組グループ関ジャニ∞が2日グループ名をスーパーエイト、スーパーエイトに改めることを発表した。 FC サイト内動画コンテンツ関ジャニ∞ TV で生配信を行い、ファンに直接報告した。ファンの呼称エイター、エイターは継続される予定であることも明かされ、エイトとエイターの関係は変わらないと宣言した。動画内では5人揃ってどうもスーパーエイトですと初々しく挨拶、慣れないですね、新鮮などといった感想を口にしていた。合わせて新ビジュアルも解禁、スーパーになった彼らがまばゆいばかりの光をまとって登場した新ビジュアルは、新しいスタートを切った5人がこの先も輝き続けることを宣言するような1枚に仕上がった。